皆さん、ポコニャでは。今日はこの世界一短いアクションゲームを遊んでいくよ。世界一短いアクションゲーム？ん、それって面白いのか？いや、僕もどういうゲームか全くわかんないけど、とりあえず初期設定ってのを。音量を適切な大きさに調整してください。G に触れると次の設定に進めます。G ってのはこの G のことよね？おい、もしかしてこの G とかこの G のことじゃねえよな？いや、多分違うから安心して。ダク。BGM はこれぐらいにしとくか？ D と A で左右に動けると。ジャンプはスペースね。基本的な PC ゲームと一緒だな。ん、じゃあこの G に触れてみるね。お、なになに。すべての足場が見えるように明るさを調整してください。G に触れると次の設定に進めます。あ、新しく明るさが追加されたわ。ほんとだ、これをつまんで明るさを設定できると。で、開いと何も見えねえな。まるでポコニャンの人生のよう。いやー、眩しすぎて逆に見えないぐらいなんですけど。なるほど、確かにその頭じゃ。いや、誰が着脱式猫耳部屋じゃ。もう。ちなみに上の人は人ではないような。別に敵っていうわけでもなさそうだな。さあ次は、表示済みの設定はいつでも変更することができます。G に触れると次の設定に進めます。ふーん。ってことはまた明るさを調整して進めたりするってことね。だが、G が見当たらないんだが、暗いからまた明るくしてみたら？残念ながらすでに明るさはマックス。この裏とかに隠れてたりはしないと。思い切って飛んでみたりしたらどうだ？届け僕の思い。残念ながら思いは届かず。じゃあ右か？今度こそ届け僕の思い。もちろん届くわけもなく。いや、どうすればいいんだよ。設定をいろいろいじってみるか？明るさも逆に暗くすれば見えてきたりする？一つずつ見ていくか。BGM は？特に関係なし。SE は？ってこの人が喋ってるフォントの大きさが？あ、これってもしかして。だあ、やっぱりそういうことじゃん。なるほど、ちょっとしょぼんのルキミンっぽさもあるわね。次は、字幕言語を選択してください。G に触れると次の設定に進めます。ふむふむ、日本語か英語を選べるみたい。で、言語を選択することで何が？あ、どうやったら届くかなだって。この人は考え中、静かにしてねと。お、英語にしたら変わったね。シンキング、ビークワイエット。How can we reach there？ ま、意味は全く一緒だね。実はギリギリジャンプが届くとかじゃないわよね。いや、さすがにそんな単純なわけ。静かにしてってことは、BGM を切るとか？特に何も起こらねえな。SE も切っちゃう？こっちはフォントの大きさが変わるだけ。で、やっぱ BGM をでっかくしたら怒られた？もしかしてこれが関係してるとか？英語だったらなんて言うか。ちょっとでっかくしますよ。へえ、ストップ BGM。あー、もしかして BGM の G か？おー、なるほど、そういうことだったか。だから言語を変える必要があったのね。さあ次は、時刻を設定してください。G に触れると次の設定に進めます。あ、左に時刻が追加されたね。また G が見当たらないわね。またこの人に G を発言させるんじゃね？とりあえず時刻をいじってみようか。でも NG が出てきたわ。当然これもジャンプで届くわけもなく、となると上の G もフェイクってこと？絶対この人が関係してると思うのよね。いろいろ喋らせてみようぜ。基本はいい天気としか言わないけど、これが夜だと？あ、ずーって寝ちまったな。 G の文字はないか。このまま時間を動かして、あ、おはようだって。いやー、わかったぞ。ここで英語にしてみてくれ。おー、グッドモーニングの G って文字が消えちゃうから触れない。ふっふっふっ、私もわかっちゃったわ。 SE を小さくしてみなさい。 SE を小さくって、あー、なるほど、そういうことか。こんだけ小さくすればこの場でジャンプしても届くってわけか。めっちゃ面白いじゃん。完全に謎解きね。さあ次は、プレイヤーを操作するキーを設定してください。G に触れると次の設定に進めます。今度は右上にコンフィグが出てきたわね。え、操作するキーを変える必要ってあるのか？ん、まあ関係なかったらチュートリアルの意味はないけどね。あ、ジャンプはスペースキーって。わかったぞ、これを G に変えればいいんじゃね？よし、やってみるか。ほら、この人 G キーって言ってるぜ。いや、でも壁があって向こうの G まで行けないわ。ん、これ文字を大きくしてもダメだよね。一応ジャンプで届くか試してみよう。ほい。くそ、届きそうで届かない。ま、さすがにやり方が違いそうだな。時間調整は関係なさそう。どうやっても右には飛び越えられないわね。だね。やべえ。めっちゃ詰まってんじゃん。ん、他に方法はないのかしら。って、あれ？左のジャンプ、G って。じゃあ、それが正解だったのね。なるほど、完全に右の人に意識を持ってかれてたな。発想を逆転させなきゃダメだね。まるで楽天裁判みたいなセリフね。初期設定はもうすぐ完了します。G に触れると次の設定に進めます。ようやくチュートリアルが終わりそうかな。次は、今度はこの人陽気に歌ってるんだぜ。音符には G はないと。一つずつ試していかなきゃね。とりあえず字幕を変えても音符は音符。
時刻を変えても、ずっと歌ってるね。夜に歌うのは近所迷惑だぞ。まあまあ、明るさは、特に関係ないかな。あとは SE と BGM。多分これも関係ない。いや、ほとんどいじったんだが、さすがに右の G は関係ないと思うけど、こいつずっと歌ってんだよな。BGM をゼロにしてみたら、あ、ちょっとでも流れてると歌うってこと？ってほら変わったわ。おお、ほんとだ、音楽が欲しいって。ここでまた音楽を流すと歌っちゃうから、字幕を変えてみる？ I want music。 英語にしても G はないか。いやー、多分これが関係してると思うんだけどな。っていうか対応が同系色で見にくいわね。同系色？まさか。じゃあ、ほら太陽を使って G の完成。そういうこと？これは意地悪すぎるわね。でも霊夢の同系色ってので気づけたよ。そうでしょ、さらっとヒントを出してあげたのよ。全然気づいてなかったやつが何を言ってる。うるさいわよマリサ。さあ次は、最後にプレイヤー名を設定してください。 G に触れると次に進めます。おお、いよいよ最後か。なかなか長いチュートリアルだったわね。プレイヤー名はもちろんポコニャンでマリサにしてくれてもいいんだが。いや、遠慮しとくよ。で、肝心の G はどこに？また誰かが発言するか。ウェルダン、よくやった的な。褒めてくれてるんだね。お疲れ様でしたと。本番も頑張れー。やば、ゴール置き忘れちゃった。おお、英語にするとゴールは GOL。なんだ最後はめちゃめちゃ簡単じゃない。文字を小さくしつつ英語にすれば終わりと。ったく、チュートリアルでこの難しさだと本編はどうなるんだし。でもめっちゃ楽しみだね。そんじゃ、これでゴールと。って、あれ？え、ちゃんと触れてる？どう見ても当たってると思うんだけど。ここに来てバグか？これは運営さんに報告を。いや、待ちなさいって。もしかしたら答えが違うっていう可能性もあるわ。でもゴールは G じゃん。いや待て、ゴールは確かに G だが、これは小文字って、もしかして大文字の G じゃなきゃダメってこと？言われてみれば今までの G は全部大文字だったかも。マジかよ、このゴールはフェイクってことか。く、他の G を探さなきゃか。今までの設定にヒントが隠されてるかしら。いろいろいじらなきゃか。他の人で G は、あとグッドラックの G だ。確かに大文字だけど、どうやって上までジャンプするのさ。うん、そうか、だからこいつだけ上にいるのか。となるとこれもフェイクと。実は適当にジャンプしまくればいつか G にたどり着くとか。急にそんな安直なわけ。はい、やられた。く、マジでわからんって。一旦整理しようぜ。そうね、闇雲に動いてもわかんないわ。最後にプレイヤー名を設定してくださいと。プレイヤー名、まさかここで G を使うってこと？じゃあプレイヤー名を G で。こ、これでいい？そこでジャンプするのか。ダメだ、これ G も一緒についてきちゃう。一生触れられないってこと？何してもダメだ。最後にこれはもどかしいな。でも、絶対プレイヤー名が関係してるって。それじゃあ、G の物量作戦。いや、ここに来てご利用してきた？たく、脳筋なのはいつものことだけどさ。これでどれかの G に触れてくれ。そんなご利用しが正解なわけがない。あれ、今暗くて見づらいけどプレイヤー名の G がはみ出して。で、ああ、まさかのはみ出した G が正解だったのか。おい、本当にご利用しが生きたとは。ようやく本編ね。あ、ちょっと僕の名前が GG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 
していくか。あ、最初は簡単そうね。普通にこの G を取ればいいんだよね。またどんどん難しくなる感じか。次のステージは、てはぁ、あなたかこれで終わりなのか。そういえばこのゲームのタイトルって、世界一短いアクションゲーム。てはぁ、そういうことか。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。